はい、これがですね A コードを押さえている状態で、後ろから見た図になりますね。肘が張ったり締まったりはしてません。自然に肘を軽く開くような感じで押さえています。そして親指がこのね、まっすぐ上向いた状態で軽くこう6弦に触れるようにかかっている感じですね。だいたい親指が2フレットですね、6弦に触れたあたりでこう6弦に触ってると思います。そして手が小さい人なんかがね、親指かけられないっていう場合はこのまま下ろしてくださいね。このまま下ろしてちょっと横から見てみるとわかるんですが、このネックの真ん中あたりにね、こう親指の腹で親指を添える形でこんな感じで押さえると、指が立ってしっかりこの A コードを出せると思います。1弦が出てるか、それをね基準に、自分の押さえ方を探してみてください。それとね、親指がこう横になったりとかね、これは絶対ダメですからね。ちゃんとこう親指をかける状態、まっすぐ向いた状態ですね、ネックに対して直角、この状態でここまで下げていただけるといいかなと思いますね。はい、ここら辺に押さえるんだったらしっかりかけてください。どっちかです。この頂点で押さえるか、または親指をかけるか、こんな感じで整理しておくと押さえ方を見つけやすいかなと思います。ではですね、次目線アングルいってみましょう。はい、これが目線アングルになりますが、この親指のねかけ方とか、3本の指のこの重なり具合なんかを見てみてください。薬指のこのね曲がり方も参考にしていただけるといいかなと思います。結構ギュッと寄ってますよね。もう一つの押さえ方はこういう風にね、人の中薬の順で押さえますので、こんな感じで、キュッと指先を締めるように、2フレットの中に収めてください。人差し指だけの場合はこんな感じになりますね。自分の目から見ると大体こんな感じになります。そして、少し後ろから見てみましょう。この親指のかかり方、この小指の付け根とネックの下のこの開き方とかね、この辺の角度にも注目していただければと思います。はい、こんな感じなんですね。これが目線アングルになります。もう少しこう指板の方にね寄って見てみましょう。そしたらですね、こう3本の指の重なりとか曲がり具合とか少し見えるかなと思います。